はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本をご紹介しています。で普段はビジネス書とか、えー、心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもえチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。この動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの「脳を鍛える50の秘訣と」と いうタイトルの本ですですこの著者の斎藤茂太さんという方はあの結構有名な、えー、お医者さんでまあ、本を書かれている方だと思うんですけれども以前もですね、えー、と第289回で、えー「いい人生には生き方のコツがある」という本をまあ,あのご紹介したことがあったと思いますあの説明欄にリンク貼っておきますのでよかったらそちらもご覧くださいで、えー、とまあこの方は、えー、と医学博士まあお医者さんで、えー、とまあ比較的 えー、たくさん本を書かれてるそうなんですけどもちょっと専門はわからないですね、えーとまあ、脳とか、まあ、生き方とか、まあ、そういったものについての本が多いと思います。 でえっと、この本はです、ねえっとまあ、特に脳というところについて着目,した着目して書かれた本なんですけれども、えっと、1997年に発売されている本でして、まあ、特にこの脳という分野に関してはです、ね、あの近年あの急速に、えーまあ、理解が進んでいる分野だと思いますので、まあ、その辺りはちょっとあの最近の脳科学に関しての本と比較すると、まあ、少し物足りない内容は、まあ、致し方ないのかなという内容でした。で全体としては、えっと まあその脳を鍛えるというだけではなくて、まあ、随所にですねその人生のより良いやり方とか、まあ、より良い生き方みたいなものについても、えー、まあ説明がされていましたでえっと、まあ、1, 1点だけあの私がいいなと思ったところ、まあ、感心した部分について、えー、今日はご説明をしたいと思います。で、まあ、あのさっきも言ったようにこの本の中では単に脳を鍛えるとかそのテクニックだけではなくてですね、まあ、人生として、えー、まあどういう人生があるべきなのかと、まあ、よりよく生きる楽しく生きるというところに についいてて書かれれるんでですけれどもその中でやっぱりその脳を鍛えるというためには、えっと、まず体を動かすということも重要であるとそしてまああの心も動かすつまりまあ何か感じたりとか考えたりするということも非常に重要ですということが書かれていて、まあ、どういうことかというとその脳というのはっていうのは あのまあ、神経のネットワークでできてるんですけれどもそれが百何十億って書いてあったかな、えっと、の、まあ、ネットワークでできてますとでそのネットワークっていうのは、まあ、日々、えー、形成されては壊されていくとでそして、まああのー、年齢確か30代だったかなぐらいにな20代か30代ぐらいになってくるともうその作っていくプロセスよりも、まあ、壊していくプロセスの方が、えーまあ、早くなってくるというふうに書かれてたと思いますでえっとすると結果的に脳を使わない状態 でその脳を使うというのは単に考え事をするだけではなくて例えば体を動かす時も、えー、自分の思うところに手を運ぼうとか足を運ぼうとか口を動かそうとか、えー、まあそういうことも含めてなんですけれどもそういった活動がないとその神経細胞っていうのがどんどん死んでいってしまうとつまりまあ脳が、えー、まあ死んでいってしまう鍛えられない状態になってってしまうと。 いいう,うに書かれていましたなので、えーとまあ、この人間の脳っていうのは、まあ、これだけコンピューターが発達した今でも、まあ、あの少なくとも今の時点では、まあ、やはりあの私が知っている限り 最も効率の良いレベルの高い、まあ、処理期間だと思いますので、まあ、その処理期間っていうのが、まあ、こうして手を動かしたり口を動かしたりまた考えながら話したりとか、まあ、こういった活動を通じて、まあ、どんどん鍛えられていくともしくは、まあ、あの性能が維持されていくということです。なので、えーとまあ、積極的に、まあ、体をを動かかかすすとと、まあ、散歩をするとか でまたそういった活動と例えばその体を動かしながら、えーまあ、例えばサッカーをしながら戦略を考えるとか散歩をしながら、えー、仕事について考えるとか、まあ、そうした、えーまあ、複雑な より複雑な活動をし続けることによって脳が鍛えられるんですよということがまあ書かれていました。で、まあこういったその脳を鍛えましょうっていう本でですね、ありがちなのはその脳を鍛えるっていうことで、えー、何かこう素晴らしい人生を得ましょう。あの素晴らしい人生を得ましょうっていうのはこの本の中でもちろん書かれてるんですけども、その。 一面的というかその脳を鍛えさえすれば、えー、こんなことがうまくいってこんなことがうまくいってこんなことがうまくいくっていうような書かれ方をしていることが多いんですけれどもこの本の中ではその目的が脳を鍛えることになっていなくて。 えと,まあ、というかその何か一つの物事を達成する、えー、まあお金儲けをするとかビジネスで成功するとかそういうだけではなくてやっぱりその脳っていう複雑なものを複雑なものとして正しく捉えてその上で、えー、だからやっぱりいろんな刺激が必要なんですよと、まあ、体を動かすとか、えー、心を動かすとか考え事をするとか、まあ、そういったアプローチで書かれていたところについては、まあ、あの非常にバランス感覚があの良くて。 良か、えー、かったんじゃないかないいと思いますでさっきの例えば心を動かすっていうところも、えー、何か塞ぎ込んだりとかあと他人の批判をいっぱいしたりとかそういうふうにしていくと、えーまあ、結果として、えー、思考停止状態になってしまうとで思考停止状態になると脳が働かなくなるんで、えーとまあ、その脳を鍛えるという目的に叶いませんよということが書かれていてなんていうかこう人生とか、えーまあ、自分の活動とか、まあ、考える体を動かす。 えー、インプットするアウトプットするその全ての内容が、まあ、この脳につながっていてでかつその脳だけが大事じゃないんだよというような、えーまあ、全体の何て言うのかな捉え方をして書かれてたというところが、まあ、非常に、えー、共感できました。で、まあ、あの一方で,です、ね、その何かこう一つの特定の目的に対してテクニックでこうクリアをしていくというような内容が書かれているわけではないので。 あのまあ、何か目的意識を持って読むというよりは、まあ、気軽な気持ちで読んでみて「ノ、あ、o、のー、ってこういうふうに動いているんだってあたまには体を動かしてみなきゃなとか、えー、最近ちょっとネガティブに考えてたなとか、まあ、そんなことをまあ、あのー、軽く考えながら読んでみるとで、まあ、日々の生活の中で何か、あのーまあ、少しだけ「ノ o っていうことを意識しつつもでもその「ノ o だけを意識するんじゃなくて何かポジティブな前向きな活動をしていこうかと、まあ、そういうふうに考えさせられる本の一冊でありました。はい、今日は以上になります えー、よろしければ、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。失礼します